榊原は厳しいが、その分確実に成果は出す男や。稼ぎ時やで。よし、やるぞ。じゃあ俺はこっち行くから、お前は向こう頼んだぞ。はい。やっぱ矢島さんとは全然違うな。パニックリフォームの仕事は通常アポインターとリーダー2人のコンビネーションで契約までこぎつけるわけだが、その場合両者契約の 10% が歩合となる。しかしリーダーの場合、1人でいきなり契約してしまうことも可能で、その場合 20% の歩合を得るわけである。したがってやる気のあるリーダーは自ら進んで営業に回るのだ。よし、俺も頑張らなきゃ。これだけ古い家が多けりゃなんとかなるはずだ。よし、古そうな家片っ端から当たってくかな。こんにちは。リーダーも変わり、ようやくやる気を出した僕なのであるが、パンフレットだけでもお引き取りください。急にやる気を出したからって簡単にアポが取れるほど住宅リフォームの営業は甘くなかったのだ。はあ、もう飯の時間だ。とりあえず一度車に戻るか。あれ、まだ榊原さん戻ってないのか。遅いな、もう1時回っちゃったぞ。もしかして一人で飯行っちゃったんじゃな。お疲れ様です。どうだ、そっちは。ダメです、全滅です。だったらなんで車に乗ってんだよ。一件もアポ取ってねえってことは仕事してねえのと同じだろうが。黒川についてきたやつだからもっと骨のあるやつかと思ったが、がっかりだぜ。降りろ。はい。いいか、何が何でも3件はアポ取ってこい。取れるまで戻ってくんじゃねえぞ。え、3件もですか。何も俺は契約取れって言ってんじゃねえんだ。ただのアポだ、アポ。誠心誠意、真心込めて接すれば必ず相手に気持ちは伝わる。要はお前にやる気があるかどうかだ。わかったか。はい。榊原さんに喝を入れられ初心に戻り、一生懸命一軒ずつ丁寧に回った。すると、そうね、じゃあ6時過ぎには主人も戻るから。ありがとうございます。アポが取れた。それも5件も。そしてそのうち1件で契約成立だ。え、マジっすか。まあ小さい仕事だが、ないよりはマシだろう。はい。なんと契約までこぎつけることができたのである。やったー。ただいま戻りました。だから先ほどから申しているようにですね、契約も済ませてますしね、今さらそんなこと言われましてもね。なんだかまたトラブってるみたいだね、黒川君。たく、よくやりますよ、彼も。じゃあお先。お疲れ様です。そうです、はい。どうぞご自由に。はい、ではそういうことで。何かトラブルですか。よくあるただのクレームや。この商売多かれ少なかれどんな契約にもつきもんやからな。ね、お前の方は今日はどうやったんや。榊原にしごかれたか。まあでもおかげで久しぶりに契約取れましたよ。小さいですけど。マジか、やったやないか。はい、ありがとうございます。榊原さんってちょっと怖いけど仕事はきちっとしてますね。あの人のおかげです。なあ、俺の言うた通りやろ。まあこれからも鍛えてもらうんやな。はい。じゃあ俺は先上がる。さかい、お疲れ。お疲れ様です。そしてその翌月、事件は起きた。おはよう皆さん。ウィース。おはようす。おはようございます。
あら、黒川はまだ？あれ？そういや今日はまだ見ないですね。たく、上に立つ人間がこれじゃ示しがつかないわね。黒川さんが遅刻だなんて珍しいな。今まで一度もなかったもんな。黒川さんかも。はい、もしもし。え？弁護士さん、黒川ですか？それが黒川の方はまだ出社しておりませんで。黒川に電話して早く。はい。あの、支店長に代わってくれって。もしもし、お電話変わりました。支店長の赤福でございます。はいはい、さようでございますか。何分当人が今おりませんもので。ですが至急調査いたしましてですね。そうですね、はい。それでは。黒川は？携帯の電源は切れてます。寮も通じません。さては逃げたか。いずれこんなことになると思ったぜ。え？一体何やらかしたんですか、あいつ。半分寝たきりに近い老人から強引に契約したらしいわね。しかも3年ほど前にリフォームしたばかりの家で。そんな。この大事な時期にやってくれたわよ、ったく。絶対逃がさないから。板橋、本当に寮にいないか確認に行って。はい。他のみんなは仕事に出て。はい。あ、それから黒川を見かけた者は私に連絡するのよ。はい。何やってんだよ黒川さん。これじゃほんわかの時と全く同じじゃないか。ナナミ、あんたはちょっと待った。はい。あんたもしかして黒川の居所知ってんじゃないの？いえ知りません。本当？お前いつまでも人のことをオカマだと思って舐めてると痛い目見るよ。白状せんか。黒川はどこじゃ。本当に知らないっす。こうして黒川さんは僕がパニックリフォームに入り、3ヶ月もしないうちに再び僕の前から姿を消してしまったのであった。黒川さんのようなリーダー格の人は僕らの寮とは別のワンルームマンションの一室が与えられていたため、簡単に逃げ出すことができたのである。